はい、皆さんおはばちは宮内ゆきです、今日もお疲れ様でした。はい、今日はですね、今まで僕が使ってた、この工具の時計なんですけれども、はい、ちょっとベルトの部分がへたってきてですね、もうちょっと使うのが危ない感じになっちゃったんで、結構酷使してたんですよね。まあ仕事でもプライベートでももう存分にこう使わせてもらってたんですけど、まあ、1年半ぐらいですかね、去年の誕生日にまあいただいたんですけどね。はい、というわけで、まあ、ちょっとこれがまあ使えなくなりそうなんで、新しく今度は自分で時計を買いましたということで皆さんに紹介したいと思います。ミッシェル・ジョルダンの時計です。まだ紙がついてますね、天然ダイヤモンド4年電池とかって書いてあります。結構ね、可愛らしい感じでいかがでしょうか。まあ、値段もね、だいたい6000円ぐらいなんですよ。とてもお求めやすい感じでいいですよね。で、まあ箱はこんな感じになってて、中身こうですね。で、このところにこう入ってたんですけど、で、なんだっけかな、まあメーカーさんは、ミシェル・ジョルダンの、まあ、スポーツですね。まあ革ベルトがとても好きなんで、このわかります、なんかスポーティーな感じでいいですよね。まあ外回りのこう営業っていう仕事なんで、もう合ってるかなって思います、自分に。で、このメーカーさんはまあ本当はまあ希望としては、見えますかね、なんかぼやけてるな。あ、これで OK。9万8000円で本当はまあ売りたいみたいですね。まあでも市場価格っていうか、そう、出回ってる価格はまあ大体6000円ぐらいで買えるんで、皆さんぜひぜひ、チェックしてみてください。なかなか、実際見てみるとやっぱりまあいいですよね。本当値段よりはこう高く見える感じです。はい、で、前のこのね、工具もとっても、まあ、プレゼントでいただいたっていうのもあるんですけど、お気に入りだったんで残念なんですけどね。時計自体は全然いいんですけど、ちょっと無理させすぎましたね。まあ革ベルトの時計の使い方っていうかね、ちょっとそういうのも分かってきたんで、今度はもっと長く持つように大事に、使っていきたいと思います。はい、そんな感じでまた頑張っていきましょう。宮内ゆきでした。